散財は人生や、どうも直島です。最近のキーボードのデザインってかっこいい系多すぎない？レトロかわいいみたいな方向性のものが全然なくて肩身が狭いんよな。ということで今回はボーティックスのタブ75を紹介していくで。箱の中に入ってるのは本体、 USB Type-C、 説明書、キーキャップ。断言するけど既製品の中では世界最高にかわいいキーボードやと思うわ。まずは基本的なスペックを紹介していくで。このキーボードは 75% キーボード、キーの数が84個しかないねん。もっと小さいキーボードもあるし、なんならボーティックスコアは半分くらいの大きさや。でもなんでタブ75を選んだかというと、独立した F キーがあるからやな。わいはこう見えても一応映像クリエイターやから、映像ソフトのショートカットキーを多用するわけや。いや、まだ全然使いこなせてへんから、これから多用していく予定やねん。そういうわけで、小スペースを犠牲にしても F キーが必要やったやな。だから普通の使い方をするならコアでもいいし、無難なのは 60% スケールのタブ60あたりやな。ちなみにキーボードの塗装は高級キーボードあるあるの消化印刷や。長いこと使っても印字が剥がれにくいのが特徴やで。 PC との接続は有線と無線両対応。電池は単4が2本入る仕様や。有線でつなげるから電池が切れても慌てずに済んでええな。わいは打鍵音小さめの赤軸にしたで。本当は静音赤軸が良かってんけど、ちょうど売り切れてたんやな。やから一応静音リングも買ったんやけど、その前にまずは通常の打鍵音を確認していくで。弾力がすごい。いつもペタペタを使ってるから弾力がすごい。音はそんなにうるさくない。オノマトペにするならカタカタって感じだな。赤軸やからかすでに音は小さめやと思う。次は静音リングをつけていくで。正直音量に不満はないんやけど、動画の尺になるからな。そういえばこのキーボードって大型キーによくあるワイヤーが入ってないやね。あのワイヤーがどんな役割か知らんけど、個人的にはない方が楽やからええと思ってるで。なんとなく高音が減ったって感じやな。打ち心地もムチッとした感じがするわ。これ動画越しに聞くとあんま違いわからんやろ。ワイもや。一応静音リングのはずなんやけど、ワイの耳では判別不可能や。アマゾンのレビューにもあったんやけど、このリングを2個付けにしたら音も変わるかもね。それよりも気になったのが筐体の高さやね。マジックキーボードに慣れてたからか、手首が浮いてると結構負担かかるんよなこれ。てかマジックキーボードってパームレストみたいな形してないと思って裏返してみたんやけど、ほんまにええ感じやったわ。ちょっと高さが足らんかったから下に何か入れたら完璧やね。これはアップルに処方されても文句が言えないぐらい冒涜やけど、ちょうど目の前にあったから許してな。冗談はさておき、背が高いキーボードには手首の保護がマストやなと思ったよ。気を取り直して次は Bluetooth 接続をしていくで。 PN キーと Alt キーを同時押しでペアリングや。今回は iPhone とつなぐけど iPad と組み合わせると楽しそうやね。特に遅延とか不具合もなく反応してくれるわ。一応10メートル以内なら問題なくつながるみたいやで。そういえば単三電池2本ってどれぐらい持つんやろうな。参考になるかわからんけど、HHKB の Bluetooth モデルが単三電池2本でだいたい2ヶ月ぐらい持つみたいやな。ちなみに Y のパソコンは Bluetooth がうまくつながらんから、当面は有線接続で運用していくで。あとこのキーボードですごくいいなと思ったのは筐体の作りやな。側面を見てもつなぎ目が一切なくてシンプルに完成度が高いよね。キーキャップもバリがないし、きちんと歪みなくはまってくれてる。価格は 16,000円ということで高いキーボードではあるけど、それなりのクオリティをしっかり出してるのがほんまにええな。欲を言えば軸がトープレ軸だったら完璧やった。というか HHKB がこのデザインになってほしいわ。
ということで今回はボーテックスタブ75の紹介でした。とにかく見た目が最高やな。おもちゃのような可愛さがあってでも安っぽくない。色付きキーキャップの数が絶妙やね。 IBM のキーボードも候補として上がってたんやけど、こっちを買ってよかったなって思う。フルサイズのキーボードは大きいから場所も取るだろうしね。やっぱキーボードの右にマウスがあるのが一番肩が楽なんよ。見た目で言うとタブ75は筐体の色が真っ黒だから白に塗装してもいいかもね。個人的には黒よりも白の方が映えると思うねんな。フォトショーで作ってみたけどこんな感じや。白枠になるとよりおもちゃっぽくなるね。分解がめんどいからまた気が向いたら塗装して動画にするわ。今回分かったんやけど、キーキャップを外すのって結構大変なんやで。ほぼカットになるし動画的にもコスパが悪いねん。あと注意点なんやけど、ボーティックスの筐体枠がないタイプのモデルは Amazon で5万円するねん。海外サイトだと普通に正規の値段で売ってるから、枠なしがいい人は個人輸入がおすすめやで。こういうのはキーパーっていうツールで、過去の値段見ると分かりやすいねん。過去の値段から大きく跳ね上がってると業者が値段を釣り上げてるってことや。その場合は海外サイトを漁ると大体在庫が見つかるもんやねん。よかったら散財する時の参考にしてくれや。ってことで、この動画がいいと思ったらチャンネル登録よろしくな。ほな、散財は人生やね。